今日はですね、今価値があるものを常に把握しておこうっていうテーマでお話ししたいと思います。どういうふうにね、話を組み立てれば綺麗に伝わるのかなと思いながらですね、もうちょっと喋り始めちゃってるんですけども、そうだな、例えば、僕は今ですね、アメリカから帰ってきて、自宅隔離中なんですね。で、この前はですね、6日間のホテル隔離があったんです。で、行ってた場所によって、ホテル隔離の期間っていうのは3日だったり、6日だったりするんですけれども、僕の時はですね、2週間以内にニューヨークに行っていたら、ですね、6日隔離っていうルールになっておりましてですね、で、僕はですね、帰国の13日前までニューヨークにいたので、ギリギリそこに該当していたので、その結果6日間の隔離だったんですね。そしてその6日間のホテル隔離が終われば、あとは自宅で、なので8日間の隔離ですね。合計14日間の隔離生活があります。で、先日ですね、ここが変だよ日本人コロナの水際対策のなんでっていう回でお話しさせていただいたんですけど、ちょっと3日4日前の放送でこれぜひ聞いていただきたいんですけども、ホテル隔離はですね、もう誰とも接触しないように本当に徹底していてですね、ホテル隔離後はですね、公共機関を使うのはもう絶対に NG で、同居人に車で迎えに来てもらうか、ハイヤーで自宅に帰るかの2択なんですね。まあ、要するにホテル隔離を終えたとはいえ、まだ、あなた感染の、可能性があるから、家に帰るまでの間は誰とも会わないでねっていう話ですね。それはすごく納得がいくし、もちろん全力で協力しようと思うんですけれども、これおかしなことにですね、ホテル隔離後、ホテルから家までは同居人の車かハイヤーで帰れないんですよ。もうこのあたりからも日本語が破綻しちゃってるんですけども、どういうわけかですね、ホテル隔離が終わったらですね、一旦ホテル隔離が終わった皆さんがですね、バスに詰め込まれて、密室で飛沫を飛ばし合いながらですね、成田空港まで運ばれの成田空港解散なんですよ。ホテル隔離から自宅隔離の間にですね、一旦謎のハーフタイムがあるんですね。一旦密になろうっていう時間があるんですよ。さっきまであれだけ人と接触しないように生活していたのに、一旦ですね、一丸となるんですよ。で、僕の場合はですね、都内のホテルで隔離していて、ホテルから自宅までは10分ぐらいだったんですけれども、ホテルから自宅までハイヤーで帰れずに、一旦バスに、乗らされてですね、1時間ぐらいかけて成田空港まで行って、で、成田空港でハイヤーに乗って、今来た道を戻って、1時間10分かけて帰るっていう珍道中だったんですね。で、これだけでもおかしな話ですよね。ホテルから成田空港までのあのぎゅうぎゅうのバスの中で感染するリスクがあるわけだから。なんでわざわざここで一旦リスクを作るのって話じゃないですか。ホテルから自宅に帰れた方がいいじゃんって話なんですけど、これだけでもちょっとおかしな話なんですけども、でも本当に良くないのはこの後なんですよ。ここを世の中で全く議論されていないので、ぜひ聞いていただきたいし、このことを今日のこの放送ぜひね、リツイートして、シェアしていただきたいんですけども、そんなスケジュールで成田空港まで帰らされるわけじゃないですか。で、成田空港の近くに住んでる人はいいけれども、都内に住んでる人もまあ少なくないわけですよね。で、その成田空港から自宅に帰る方法は先ほど申し上げました、2択なんですよ。公共機関は使っちゃダメなの、電車バスは使っちゃダメなので2択なんですよ。同居人に迎えに来てもらうか、ハイヤーを予約して帰るか。つまり、同居人がいなければ、ハイヤーで帰るの1択なんですね。1択なんです。ちなみに僕、ハイヤーを当日予約したんですけども、これ出所日に抗原検査の結果が出るためですね、当日しか予約できないんですけども、前日に予約していてもですね、あなた、陽性ですってやったらホテル出れないんで、だから当日に予約するしかないんですけれども、当日予約でですね、成田空港から自宅までの1時間ちょいの、そのハイヤーの金額はですね、約ですね、3万円、3万円ちょいぐらいですね。で、この3万円って、自腹なんですよ。これ当然払えない人いますよね。3万円。空港から自宅までの移動に3万円を払えないっていう人って絶対にいるじゃないですか。3万円ってもう高いんで。で、同居人もいない。ハイヤーにも乗れない。その人はどうやって家まで帰るんですか？公共機関を使うしかないんですよ。使うなって言われても使うしかないっていう状況に追い込まれている人がいて、そして、成田空港解散で、これ自由解散なんで、バスから降りたらもうあと知りませんっていう自由解散なんで、同居人の車に乗ったとか、ハイヤーに乗ったっていうチェックなんかないんですよ。自由解散なんですよ。で、これ確認を取ったわけじゃないよ。だからあんまり勝手なこと言えないけど、ホテル隔離が終わった後、成田空港まで、成田空港ってむっちゃ外れにあるからね。成田空港まで運ばれてしまったがために、公共機関を使って帰っている人が結構いるかもしれないよねって話です。これその人に、その公共機関を使った人に罪があるっていうか、成田空港解散っていうシステムの不備ですね。これをしてしまっているから、普通に、リスクがある人が公共機関使ってんじゃねえのって話です。で、放送はここでもう終わるんですけども、ここからが実は本題なんですよ。もう間もなく終わりますよね。今ね、おいおい、そんなことになってるのかよって思いましたよね。これで、ボイシーのネタが一つ生まれてるんですよ。で、やらしい話ですが、これスポンサーさんがついているんで、これ仕事になってるんですね。この情報が商品になってるんですよ。
今海外に行ってる人の割合が圧倒的に少ないから、帰国から自宅に帰るまでっていう何でもない情報が価値を持ってるって話ですね。コロナ禍で日本はガッチゴチに鎖国してるんで、海外の今を伝えるっていうこの何でもないことがですね、仕事になってる。これ3年前は仕事になっていなかったことです。で、これっていうのがサービスの本質だなと思うんですけども、今このタイミングでどのポジションを取れば仕事になるのかって考えることが、まあ何においてもすっごく大切だなと思います。遠回りしましたが、言いたいことはそういうことです。情報はどこで売れば売れるんだっていう、何をすれば売れるんだっていうことを考えることが非常に重要だなと思います。